マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ8月27日号の時間がやってきました。それでは街のさまざまな話題をお送りします。まずはこちらの話題から。昔懐かしい鉄道模型が展示されています。長浜鉄道スクエアで企画展おもちゃ鉄道模型展が開催されています。これは長浜観光協会が多くの家族連れに楽しんでもらおうと開催しているもので、今回で3回目となります。会場には昭和後期を中心に製作されたブリキやプラスチック製のおもちゃやプラモデル、鉄道のパネル写真などおよそ500点が展示されています。展示されている鉄道模型などは、全国の歴史ある鉄道車両の保存や活用を推進している岡本則之さんのコレクションで、現在では走っていないゼロ系の新幹線なども展示されており、昔懐かしい模型を通じて鉄道の歴史を感じることができます。企画展おもちゃ鉄道模型展は9月30日木曜日まで開催されています。子どもから大人まで世代を問わず楽しめる企画展ですね。それでは続いての話題です。長浜の新たな特産品が数多く並びました。20日から22日にかけて、湖北地域の魅力ある食品や食材を広く PR する長浜食のマルシェ in 道の駅が開催されました。この催しは、出展者が開発した新商品やまだまだ知られていない魅力ある商品などの販路拡大を目的に、長浜市商工会が市内3つの道の駅と協力し開催されたものです。会場の一つとなった浅井三姉妹の里には、市内の商店や企業24社から新商品を含むおよそ70点の商品が並びました。訪れた人たちは、近江シャモのハンバーグ、天然ビワマスを使った味噌漬け、酒造メーカーが手掛けたジェラートなど、地元産の商品を手に取り、買い物を楽しんでいました。次回の長浜食のマルシェは、11月19日から3日間開催される予定とのことです。新商品を通じて長浜の PR や活性化につながるといいですね。それでは続いての話題です。原爆被害の真の姿を伝えていきます。21日と22日の2日間駅町テラス長浜で、広島の高校生が描いた原爆の絵展 in 長浜が開催されました。これは核兵器の反対や平和を願う有志らが企画して開催したもので、会場には広島市立元町高校の生徒が描いた原爆の絵63点が展示されました。元町高校では、原爆被害の真の姿を後世に伝えていくため、2007年から毎年被爆体験証言者とともに原爆の絵の制作に取り組んでおり、被爆体験を聞きながら原爆の絵を描き上げています。作品には、原爆投下後の変わり果てた街並みやショックと怒り、悲しみに打ちひしがれる少女などが描かれています。
また21日には広島県原爆被害者団体協議会の大中伸一さんを招き、被爆についての講話が行われました。いい健康で正確に落としなさい。会場に訪れた人たちは、原爆のエネルギーには熱線、爆風、放射線があり、放射線による障害が長期間人々を苦しめたという説明を神妙な面持ちで聞いていました。大中さんは悲劇を二度と繰り返さないように見て聞いて学び、次世代へ伝えていくことが大切と講話を締めくくりました。戦争の悲惨さや平和の尊さを考える機会となりましたね。次回の番組内容の更新日は9月3日金曜日です。次回も街のさまざまな話題をお送りします。どうぞお楽しみに。